皆さんこんにちは、マツカのチャンネルの松本花子です。イエーイ、ありがとうございます。今日はこちら西那須野でやりますソスイスクエアで、毎月第2日曜日に行われていますイニイチにやってまいりました。皆さん、地元の皆様が毎月毎月ね、素敵な音楽と皆様の交流の場を作っております。松本かな子、今日はですねこちらで歌わせていただきます。今回一日一曲はジョコ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 ジョン。先日ね、大橋純子さんが亡くなってしまったということで、今日は大橋純子さんの歌を歌いたいなと思って持ってきました。1978年の8月5日にリリースされました大橋純子さん10枚目の曲、黄昏マイラブにチャレンジしてみたいと思います。はい、後ろではミニ四駆が走っております。こちらの曲はですね、第20回日本レコード大賞金賞受賞ということで、作詞が阿久悠さん、そして作曲が堤恭平さんというね、ゴールデンコンビでございます。こちらの曲は1978年の8月21日に放送されました TBS 3時間ドラマ獅子のごとくというドラマの主題歌でした。研ナオコさんや徳永英明さん、若い人だとジュジュさんがねカバーしています。松本かな子2番からなんですけれども、歌いたいと思います。聴いてください、黄昏マイラブ。今は冬、そばにあなたはいない。石畳白く粉雪が舞い踊る。引き裂かれ愛はかけないだって、それでも胸で熱さをなくさない、凍える手で広げて読む手紙の文字が聞こえて、私はもうあなたの背にもたれかかる、夢を見てる22日というところなんですけれども、はい、ぜひぜひ12月3日大正堂クロイソミルフィーホールお待ちしております。今日ですね、音響やってくださるココブルーさん、そしてベタースタンスさん、ハルモグラさん、君島大輔さん、三塚大輔さん、地元のアーティスト、そして司会のユニさん、シャイニースマイル、皆さんで素敵な12月3日にしたいと思いますので、ぜひ遊びに来てください。それでは明日もマツカのチャンネルでお待ちしています。ありがとうございました。